大部透明高等学校、紅葉中学校は、大分県大分市仙台町2-4-4にある、私立高等学校、中学校である。設置者は、学校法人、平松学園。紅葉中学校は、大部透明高等学校普通科、特別進学コースに接続する併設型の中高一貫、教育校であるとともに、大部透明高等学校は、 大分県一のマンモス校であり、特別進学コースは、進学率も高い。紅葉中学校及び大部透明高等学校は、併設型の中高一貫教育校として、質の高い教科指導を行う、コミュニケーション能力を高める、社会的な視野の広さを養う、豊かな人間性を育てるという4つの指針のもと、少人数での個別教育を行っている。 独創性、リーダーシップ、社会保守精神を備えた、新たな人材を開く人材の育成定期テストとは、別に、国語基礎力テスト、英語基礎力テスト、数学基礎力テストというテストが存在する。通称、国旗、英旗、数旗。成績優秀者は廊下に張り出される。朝のホームルームでは、英語の単語テスト、毎朝、 帰りのホームルームでは、古文単語テスト、非、金のみ。クラスによっては、毎日が行われる。学年やコースによっては、帰りのホームルームに、数学、英作文、天性人語などをするところもあり、クラス担任によって様々。女子の制服は、腰の広こによるデザイン。男子の制服は、スーツタイプである。紅葉中学校も、 東明高校と似た制服であり、通学カバンがある。高校は女子のみ、学校指定の靴。特別進学コースでは7.8限目があり、土曜にも午前中授業がある。加えて、夏休み、春休み、冬休みは成績に関わらず補修があり、授業を進める。このように、同コースでは授業時間が豊富である。 特別進学コースは成績に基づいてクラス編成を行う。普通科国際コースではオーストラリア1週間の修学旅行、ホームステイがある。また、韓国の高校生と交流する機会や中国語を学べるなど国際的に豊かな人材を育てることに特化している。運動部、文化部ともに様々な部活動がある。特に駅伝、アーチェリー、 バトントアリング、ラグビーは全国レベルである。また、部活動とは関係はないが、J リーグ、大分鳥にいた U-18 の選手の受け入れも積極的に行っており、多くのユース所属の選手が在学している。ありがとうございます。